はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、ハックンタイムアタック、ブランコクレーンのアスレチックをちょっとやっていきたいと思うんですが、みんなのタイムがね、今ね20秒台っていうのが多いんですけど、一番早いのが21秒台かな、あのグラフを見てみると。で、このね21秒台ぐらいを目指してね、ちょっとやっていきたいと思います。まずは練習、まずね練習してみようか。どんなねコースかをまずね見ておきましょう。で、ここジャンプ、まずは落ち着いてクリアしてみよう。で、このまんまジャンプでしょ。で、このままジャンプちょっと待ってちょっと待ってね。よし、で、このままダッシュしてジャンプで、で、リフトを下ってジャンプ、ジャンプ、オッケーオッケー、で、ジャンプ。なるほど、これずっと乗り継いでいけばいい感じね。ここ難しいな。一回左に行って右、そしてで、ジャンプ、ジャンプ。で、ジャンプね。オッケーオッケーオッケー。なるほど。こんな感じか。で、今のクリアは38秒845。これをね、約半分ぐらいまで縮めなんでしょう。結構きついな。よし、それじゃあね、ゴーストをなしで一回やってみようかなって思います。で、ジャンプ。オッケー。これギリギリを攻めた方がいいよね。これ下から行った方がいいのか。あのノコノコのところはね、上から行こうか。上から行った方が多分早いと思うんだよね、ここ。ちょっと待って、顔でかい顔がでかいノコノコで、あのね、やっぱ青いリフトが肝だと思うんですよね。この青いリフトを同化して走ったまま行けないかな、減速せずにね。それができればだいぶ速くなると思うんですけど、ここどうしても当たっちゃうもんね。青いリフトをね、一番左から乗っていこうか。あのハテナブロックにマリオが落ちてくる感じでちょっと行ってみましょう。この辺、あ、ダメだ、結局ダメなのか。で、あの青いリフトなんですけど、あの青いリフトのところはね、もう絶対にね減速しなきゃここ行けないっていうことが分かったから、減速してなおかつねスピードを落とさないようにしていくのが肝なんじゃないかな。で、ここはこういう風に渡る、そしてジャンプで、あはは、ダメだ、今のポヨーに乗ったらダメだ。これで22秒か。最後のね、あのドーナツポヨンってなる浮き輪はね、乗ったら多分ダメっぽいんですよね。ここが肝なんですよね。一旦戻って、ちょっと待って、この子邪魔だな。スターがあんの、スターがあんの、なるほど、スターとか出るんだ。スター取った方が早いのかな。めっちゃ早くね、スターじゃあ、オッケーオッケー、なるほど、スター取っていけってことかな。ま、あんなタイムじゃね満足できませんよね。ま、当然ね俺も満足できないし、視聴者のねみんなも満足できませんよね。だからまだねタイムを縮めに行きたいと思います。やっぱスターを取るにはちょっと時間をロスしないといけないから、ちょっとスターなしで一回行ってみようか。で、ジャンプで、ここジャンプして OK で、このまんまゴール。これで、お、21秒台来たくない？もうちょっとでも早くできそうだよね。ちょっと一旦スター取って行ってみますか。スターを取るまでにどんだけ早くノコノコを踏んでいくかってことだよね、きっと。あのスターを取るのが早いのか、取らないのが早いのか、ちょっとどっちかね検証していきたいと思います。これ早いな、なかなかいいんじゃないかな。まあ、ゴール目の前だからスターを使わない方がいいかもしれないですけどね。スターを取っても 21.977 か。やっぱスターを使わない方が絶対早いと思います。まあ、当然ね、このスイングアームのね掴んでもらう位置、まあ、自分からね掴みに行く位置も大事なんですけど、やっぱあの青いリフトのところがね一番の鬼門だと思うんですよね。個人的な目標は本当に 21.5 秒台。やっぱ出すの無理なのかな、めっちゃ難しい、なかなか出ないもんな。え、おー、来た来た、 21.5 秒台、やったー。これ以上早いのはね僕には無理じゃないっていうことで、このタイムじゃねちょっと物足りないなと思いまして、世界で1位の人の動画を見たんですよね。そしたら一番最初、まあ、スタートした時にあるキノコをね撮ってるんですよね。まあ、その動画を見てね、僕がどれだけタイムを縮めれるかちょっとやっていきたいと思います。多分だいぶねタイムが縮まると思うんですけど、21.445 か。いや、まだいけますよ。
ちなみに世界で一番速い人のタイムは 21.046 秒なんですよね。これやばいですよねそこまでタイムを縮めれるとは思っていないんですが、まあ、近いところまでタイムを縮めていきたいと思います。目指せ100位以内で、このタイムはね、なんかめっちゃ速そう、なんかめっちゃ調子いいもんね。いけるか。お、 21.195、 何位だ、61位か。結構近いよね。っていうかこれ以上タイムがね縮めれる気がしない。まあ、世界で61位だからなかなかいいタイムなんじゃないかな。それじゃあピオキングの発訓タイムアタックブランコクレーンのアスレチックは 21.195 のタイムで終わりたいと思います。これからやる方はぜひ参考にしてください。それじゃあまたね。